はい、どうも、カズマルクスと申します。ということで、ね、今回もね、マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。ということで、もう少しでね、パート100ということで、皆さんね、今回もよろしくお願いします。ということで、今回もね、リクエストの方いただいております。それがこちら、じゃん。ノコノコスケルトンローラータイヤパラソル、多分名前違いますが、ピーチパラソルかな、これ今使ってんのは。で、こんな感じの名前のやつで走ってみてください。僕はセブンの時に愛用していましたということで、リクエストの方いただきましたので、はい、大丈夫。はい、佐藤。あー、スタートダッシュミスった。リクエストいただきましたので、今回ね、こちらの方をね、使って走っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、久しぶり動画撮るからね、さあ、ここでちょっとショートカット決めていきましょう。いや、ノコノコはね、たまに使ってるんですけどもね、二つとの地味にむずいんだよな、そこ。さあ、コイン出た。これ、譲った？あれ、わざと言ったのかな、 ラグなのかしなく。まあいいや。とりあえず、ここで2つしっかり取って、前上がっていきましょう。なんかラグいけども。オッケー、大丈夫かな。じゃここでしっかりスーパー食べていきましょう。オッケー。さあさあさあ。これトゲとか来なければね、いいんですけども。さあ、あのショートカットはね、皆さん無理して決める必要ないですからね、ここ。あー、ほらほら、ちょっと、おらー、吹っ飛ぶんだけど、マジで。どんだけ吹っ飛ぶんだよ。結構吹っ飛んだな、外側に。さあ、ここね、しっかり もうあそこ二つ取るのむずいな。さあさあ、前はアメリカの方が1位取ってますね。皆さんよかったらね、高評価よろしくお願いします。励みになるのでね。さあ、これは、防御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 。あー、オッケー。どっちみちサンダー来たから、赤コーラ来てもな。意味なかった。さあさあさあ、これ、最終ラップ。あ、これ、今ね、あれだな、前、あ、これはトゲ俺じゃないもん。よし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 。さあ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 、ここは、あとはしっかり逃げ切りましょう。あのショートカットはしないで。さあ、だいぶね、差できてきましたよ。さあ、こうしっかり取って、あ、ちょっとあれだな、真ん中に行く感じだな。完全に感覚つかめてないんですけど。さあ、あ、バナナ危ないね。キノコめっちゃ落ちてるな。こうキノコ食うか。さあ、いただきの。で、あとはもう普通に走るだけで、1位という形で、ここはミーターボでいいかな。で、最後、イケポチャして、できなかった。はい、フィニッシュ。ありがとうございました。いやー、早いね。もう、僕がね、実況始めてから1年ちょっと経つのかな。まあ、マリオカート実況始めてね。という感じで、1位ありがとうございました。という感じで、次ね、頑張っていきましょう。さあ、続きやっていきたいと思います。第2レース目、スイーツキャニオンですね。部屋の人数ね、また、増えていきましたと。いう感じで、今回も皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、リクエストカスタムで走ってるんですけども。いやー、早いね。もうパート100だよ。はい、大丈夫。ありがとうということで、何というかわかんないですけども、さあ、スタートしっかり決めて、1位スタートでスタートして見せたらもう話にならないからな。さあ、こうしっかり2枚取って、1枚しか取れなくても大丈夫。後ろ赤コーラ引いてないかな。あ、後ろ何も持ってなさそうなんで、あとインついていこうか。ここに取って、コイン使って、ここ UMT より、スーパーの方がいいのかな。まあまあまあ、コインね、しっかり回収していきましょう。ここは赤消しできる。いや、なんかアイテム決まんねえんだけど、アイテム決ま、あ、決まった、よかった。ちょっとね、びっくりしたんですけども。さあ、ここはね、ニスク行かないで普通に行きましょうか。ニスク行くと、だいぶ、これは、抜かされた。大丈夫か。さあさあさあ。これ、後ろ投げて当てていこう。オッケー。赤コーラ消えていく。さあ、コインも10枚なんで、後ろ来てるな。ラブさん、ありがとうございます。あー、サンダー来たか。じゃあ、ただ、お父さんもいるからな。ま、ちょっとドリフトできないな。さあ、ここはスーパーで、UMT でいいか。ここは UMT でしっかり解放していきましょう。オッケー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 。さあ、ジャパクション。コインも9枚にして。なんかね、最近いろんな縛りをいただくんですけども、マカコーラ多すぎじゃね？どんだけ食うんだよ、マジで。なんかね、スタート、わざとね、スタダミスしてくださいとか、周回遅れにしてくださいとかね、すげえ、リクエストいただくんですけども、ここはちょっと、どうしようかな。あ、俺じゃなかった。オッケー！タイミングいいな、俺。かなりタイミングいいんですが、後ろからカッコーラ、ただなんかトゲ遅くね？トゲショートカットしてるし！トゲショートカットしてるぞ。さあさあ、ここでコイン出ちゃうか。後ろかこれ、もうなんで引くんだよ、マジで。うわ、最悪だろ、これ。卑怯だな、それは。さあ、ここは最後は、あ、赤コーラ2連来たな。これちょっと使って、無理か、追いつかないよね。あ、無理でしたね。いやー、ちょうどよくさ、トゲコーラ来て、消せたんですけども、2発目来たな。消せたんですけど、やっぱ赤で仕留められてしまったな。という感じで。1位ありがとうございます。最近ね、なんか初見さんのコメントとかね、見てくれる方もね、増えてきてるんで、本当に感謝でいっぱいです。さあ、やっていきたいと思います。200cc リボンロードをですね。いや、鬼畜子来たぞ、鬼畜子来たぞ、鬼畜子。いや、難しいからね、ここはショートカットが特にね、という感じで、なんかポイントが高い方がかなりいる部屋となっておりますね。
やー盛り上がってきました。よろしくお願いします。さあ、さっきの赤コーラちょっと悔しいんですが、はい大丈夫。はい、スタートよろしくお願いします。さあここはね、最初どうしようかな。コインついて抜けるかな。あの抜けなくても、さあここは、しっかりこれスナイプ決めていきたいな。スナイプ当てられるから、当てていく。当たんなかった。ラグでしたね。さあここはジャンプアクション決めて、これショートカットす、いや2個目のショートカットが大事なんだよな、ね、結局1個目より、ここより、ここのね、ここ大事だから、ここ大事だから、オッケー、うまく決めて1位に躍り出てくる。さあさあさあ、コインね10枚になるべく早くしたいんで、さあこれは、ここはちょっと当ててくか。当たんないかな。当たんね、あぶね、反射危なかった。さあこれは俺じゃないか、オッケー、俺は赤コーラ当たんない。さあここね、間しっかり走って前上がっていきましょう。さあコイン8枚だな。ここでしっかりね、集めて、オッケー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 。ここねショートカットしないで2つ目のね、ここをねしっかり決めてこう。オッケーオッケー、やばいぞ、超うまい、神コントロールなんですか。しっかりここもインついて UMT 貯めていきましょう。さあ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 、できてるかな。ちょっとトゲ来てないかな。トゲと3で今のところ来てないから、3周目でどっちか来そうな気がするんですが、大丈夫かな。さあスーパー買いまして、ボムどうしよう、これボム捨てるか、ここで。あーちょっとミスった、アイテム効果ミスったな、アイテム効果ミスったんですけども、ここでちょっとブレーキして、しっかりここでショートカットもして、オッケー、うまい、ショートカットうますぎる。ということで、もう自画自賛してるんですけども、じゃあ最後は1位かな。よっしゃー、やっていきたいと思います。やったぜ、引き続きやっていきたいと思います。いや嬉しいなこれ、やったー。なんかショートカットすげえ角度から決められた。なんか前もそんなことあったんですけど、ここまでね、うまく決まることはないんでね、あの、ノラとかで。ということで、1位ありがとうございましたという感じで、この調子でね、次もやっていきたいと思いまーす。さあ、やっていきたいと思います。第4レース目、200cc ウォーターパークですね。さあ、今回も皆さんよろしくお願いします。さあ、1位スタートですね。さあ、スタートダッシュね、しっかり決めていきたいと思います。コイン2枚取りたい。はい、大丈夫。さあどうしようかな、これ右から行って、この真ん中から行くとうまくインつけるんでと思ったんですけど、ぶつかっちゃったな、ぶつかってしまった。さあここから頑張って追い上げていきましょう。赤コーラ持ってたけど大丈夫かな。そこしっかり UMT 貯めて、ここね UMT ね、なかなかたまんない人は、スティックをね右下にするとたまりやすいから、さあさあ、これ使おうか。ここは使ってしっかり前出てく。ただここあれだな、オッケーコイン出ちゃうね。ああ、出ちゃうか。さあ、まあ次ね。次ここでしっかり2枚回収して、ここでしっかり取ればね、問題ないんで。ここちょっとね、浮いちゃう。あの階段ちょっと厄介なんだけど。さあさあさあ。これもう一回、UMT 貯めて。じゃあここもしっかりについて上がっていこう。いやー気持ちいいね、ここね。ちょっとぶつかっちゃったな。オッケー。ここちょっとしっかりね。はぁ、なんで横当たりしたし、もう。疑惑すぎるわ。なんで横当たりしたのよ。さあ、ここでしっかりまた10枚に戻していく。赤コーラどうしようかな、これ投げる、投げよっか。どうせまた赤出んでしょ、多分。だいたい3周目って赤コーラ出るからね、よく。まあ、3周目の最後ら辺めっちゃ赤コーラ引くからね、2だと。よくわかんねえぐらい赤コーラ引く。ここで消していく。じゃ、ここでもう1個取るか。いや、でもな、多分、追いつかねえだろうな、さ、赤使って。ダメかな、これ。ここはでも、ここ消せるからいいか。ここでしっかり消していく。さあさあ、2位かな、これ。悔しいな。ということで、使って、2位という結果になりました。ありがとうございました。やったぜじゃねえ、普通に1位逃げられたなという感じで、悔しいんでもう1レースやっていこうか。さあやっていきたいと思います。いやー、ここめちゃくちゃね、実力では結構得意なコースなんで、頑張ってやっていこうと思います。 200cc リンリンメトロですね。よろしくお願いします。初見さえいましたらね、ぜひコメント欄でリクエストなり高評価なりよろしく。はい、大丈夫。さあ、としきさんも入ってきたかな？ありがとうございます。いやー、よくね、入ってきてくれるね、フレンドさんもいっぱいいるんですけども、嬉しいことに最近。さあ、これ1位独走したいな。さあ、ぶつかるんですけども、お、なんとか1位取れた。これどうしようか、キノコ捨てるか。これキノコ、あー、結局赤頃当たっちゃうか。まあまあまあ、ここでしっかり復帰して、前出てく。いや、出てないけども。さあ、前ちょっとどうだろうな、これ。これちょっと使って、うわ、なんで今の？バナナ危ないな、バナナと、相打ちして、なんとか消えた感じ。おっ、ぶねー。さ、これちょっと、ポチっとくか。これ何気に、何かと便利だからね、これは。オッケー。ちょっと赤コーラ潰されちゃった。これ前、あー、なるほど。これはちょっと前、使って、しっかりここでインついて、あー、もうサンダー来た。後ろもでもな、アイテム、多分、リセットされたんで、サンダーで。これでも2つ取られるよね。さあさあさあ、
なんで赤コラス引く、赤コラじゃない、バナナ引くんだ。あ、でも、なんとか大きくなって抜いたね。ここでもう一回使って、コインが全然ねえな。コインが全くない。あ、これちょっと、拾って、食っていく。オッケーオッケーオッケー。さあ、ラスト一周。頑張って走っていきたいと思います。さあ、あー、間違えた、投げちゃった。いや、反射怖い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 、危ない危ない。さあさあさあ、ここでしっかり、コントロールして、ボムどうしようか。ボム、ここで、ここで置く、ここで置く。あー、引かれちゃった、引かれちゃったんですが、もう一回、スーパー食べて、あー、もうちょっと、もう、なんで、ちょっと、3位でアイテム交換して、これは、赤コーラ、ブーメラン、とりあえず2位かな、とりあえず2位か。悔しいという感じで、まあ今回はちょっとね、5レースかな、やったんで、ちょっと今回はね、ここまでにしたいと思います。リクエストしてくれた方、本当にありがとうございました。のこのこね、元から好きだからね、また、次回使っていきたいと思っております。という感じで、初見されましたら、高評価、ポチッと、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、次回パート100でお会いしましょう。バーイ、ありがとうございました。